皆さんこんばんは、 MK です。すすめキノピオ隊長特別編パート6やっていきましょう。前回の続きからですね、会長ウィンゴの分身バトルやっていきましょう。分身バトルってことは2匹になったわけではないんだな。1匹が分裂して2匹になってるってことだ。こんにちは、隊員の皆さんがいますが、1アップキノコはいらないな。君は何もくれないんだ。君は寝てるだけだね。全然役に立たないじゃんこいつら。ほい。おなじみウィンゴステージ、こんにちは、いますか。ウィンゴちゃんいた。お久しぶり。半年ぶりぐらいの再会なんですが、あんまり相手はそういうのに浸っていないようだ。どっちが本物か見分ける必要があるな。何で見分ければいいんだ。落ち着け、待って、株に当たるな。光の色かな。光の色が青とピンクがあって、あ、わかった、チョーカーだ。ネックレスみたいなののスターの、あー、もうやばすぎる、やばい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 。ネックレスみたいなのが本物のスターになってる方が本当のビンゴだ。なんですが株がない。そして一発食らってしまっている。やばい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 ぞやばいぞやばいぞやばいぞ。お前が本物だ。おい、素晴らしい、一発当たりました。3回当てればいいと思いますが、まだだよな、まだだよな。くるんっていくんだよ、まだくるんっていくな。まだくるんっていく。次か、次に出てきたところが本物か。 OK、 ここで投げる、素晴らしい。完全にビンゴをマスターしている。なに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 、あ、そういうことか。壁が全部なくなってしまいましたが、まあそれは大きな問題ではないでしょう。問題は私がちっちゃいというところだ。これを引っ張って、危ない。うーわ、せっかく株だったのに、せっかく株を引っ張ったのに。待て、ピンク、ピンクちゃん、ピンクちゃん、いけ、当たった、オッケー。株を加えてウィンゴちゃんが落ちていく。さよなら、あなたのそのやられ方も変わらないのね。さよなら。おお、思いっきり爆発したけど、スターがペンダントになってたのに出てくるのは王冠なんだ。それはようわからんけどな。キノピコちゃんがさらわれているわけではないんだな。オッケー、よーし、ゲット。これで最後、多分違うよね。多分前のあのマネミーラビリンス的な、ニセウィンゴに株を一度も当てなかったはクリアしましたね。よし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 、まだあるな。ですよね、まだあるよね。はい、まだまだ続く王冠探しやっていきましょう。真夜中の動く森でクラウンラリー。クラウンラリー多すぎだって。もう半分ぐらいクラウンラリーなんじゃねえか。落ち着け、待って、ステージを把握しよう。これは新しいステージではないな。あったな、確かこんなステージ。ほいほいほい、剥がせるとこは剥がしていきましょう。取っちゃうぜ、取っちゃうぜ。落ち着け落ち着け落ち着け。ノーダメで行きたいところだが、それはきついかもしれないな。違う、ここじゃない、絶対に。やめてくれやめてくれ。一旦何かを把握する必要がある。こう来て、あー、1アップか。待て待て待て、来てる方向がもはや違うんだな。落ち着け、まずは覚えよう。ここ行ってやめて、そこだなってことはここに入りたいんだけど、そんな時間はないのでは。 OK、 入ってダブルチェリーを取って、あー、持って、消えた消えた消えた、やめてやめて、無理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 じゃん今のは。やばいな、結構むずいかもしれん。クリア後のやり込みステージ感はありますよね。これを取って当たらんように行くんだが、ここ、はい、入る。テレサ全部倒す系じゃないと思うなこれ。いいぞいいぞ、もうね、こうやって突っ切っちゃうのが、男のやり方。落ち着け、ここじゃないな、ここじゃ危ない。もう無理では。はいはい、でかくなってでかくなって、これを取る。もうなんでなんでなんで、次ここか、ここに入る必要があるんだ。うわ、えぐ、それは無理では。はい、これを取って、やめろやめろやめろってね、バカ。待て待て、集中力か今。思いっきりね、朝なんです、出勤前なんですけど、出勤前にこれを終わらせたいという気分で来ているんですが、ちょっと待ってちょっと待って、こっちだな、こっちに行って、
人来てないけど、一人来てないけど、やめて、そんなにいっぱい、そんなにいっぱい、やばいやばい、わかったわかった、先にテレサを全部倒そう、そういうことでしょ。うん、ここまで来たらわかりました。先にテレサを全部倒さないと話にならないんだな。オッケー、まずはここにいるテレンちゃんを倒したいが、一人の力じゃ倒せないよね。ここに来てダブルチェリーを取る、で降りて、そうすればここのテレンちゃんを一発で倒していける。オッケー、で一回クラウンを取る、で取った瞬間テレサが出てくるから、こいつらも倒しておく。いいぞ、こうやって地道に進めるしかないな。はい、でこの辺にいるよね。でこいつらも、はい、倒していく。よし、いいな、よし、いいな。で取って、そこだな、これも倒しちゃおう、先に倒しちゃう、後で大変になるから。はいはいはい、いいよ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 。でここはダイヤだったんだな、ここはダイヤだったんだな。まだいるまだいるまだいるね。いいぞいいぞ、よしよし、いいいい。え、待って、え、無限湧き、ちょっと待った、無限湧きこれ、あれ作戦が、作戦が、うわ無限湧きだ、うーわー待って、それはきついな。ここ来るだろ、倒せばいいって話じゃないんかい。こっち来て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 、はいはい、ここ入るここ入るここ入って、いいよいいよいいよ。でここも無限湧き、無限湧きだから気にすんな。後ろ向いて全部倒す。次そこ、そこ何、めちゃくちゃ遠くない、めちゃくちゃ遠いんですけど。こう来て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 、どこ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 、こう来てこう来て、はいはいはい、危ない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 、こう来てでこう来て、オッケー、取れるは取れた。ダガ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 、危ない、もう一人やられたね、一人やられた。ダブルチェリーを取っておいて、ここを取ってだ。落ち着け、落ち着きなさい。こう来てこう来て、違うな、あれこっちじゃない、こっちじゃないぞ、こっちじゃない、待って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 、待つんだ待つんだうっそ、そんな難しい。4個までは取ったよね今ね。はい、1個取って落ち着け。こう来て、やべえ、もう1匹が入ってない、もう1匹が入ってないぞ。はいはいはい、でこれ進んで、はい、倒して倒して倒して、はい、出た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 。ここ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 入って、でそこのね、ダイヤの出現方法が分かんない、そこにダイヤがあるんだ絶対、でもそこの方法が分かんねえな。まあいいや、1回降りちゃって、この辺も倒しちゃう。で下に降りるな、一旦下に降りて落ち着きなさい。はい、後ろ向いとけ、危ないよ危ないよ。はい、でそっちだな、次がそっち、こう行ってこう行って、アトミックテレサちゃんを倒してここ取るな、でそれはいいんだよ。あら、そこ王冠なのか、オッケーオッケー。ただただ今これの王冠を取ってしまっては、ラストのダイヤが取れていないため、ラストのダイヤを取りましょう。もう終わった？もうラストのダイヤ終わっちゃった？どっかで出てたかな？これは？違うな。あれか？待って、ラストのダイヤが分かんない。取り逃した可能性がある。これじゃなかったらもうやばいな。これは何ですか？うん、1アップキノコか？やばくね？なくね、ダイヤ。うわ、ダイヤがないぞ。落ち着け、こういうところに。あったりなかったり、危ない、やば、どっかであったっぽいな、出現途中に。マジか、うわー、やらかした、ないね。あ、これはゴールドキノコ2個目だもんな。そうだよな、もうこれはしょうがない、1回ゴールするしかないな。1回ゴールしてもう1回行きましょう、もう1回来てダイヤのありかを、割り出すしかない。 OK、わかりました、1回ゴールします。うわー惜しいな、せっかく一発でいけたと思ったんだが。ちなみに条件は何なんだ、コインの枚数かな。ダメージを受けなかったはクリアしたのでは、クリアしてないんだ、ダメージ受けたっけ俺今、受けたっぽいね。ダメージとダイヤは、あー、どうしよっかな、ダメージとダイヤをね同時にやらない方がいい気がするな。あわよくばって感じだけど、とりあえずダイヤだけ狙いましょう。ノーダメかつダイヤはちょっときついと思う。はい、ここ入ってダイヤの位置を見失うな。この時点で出てくるのは違うな。
まだ出ていないで、そこもまだ違うな。はいはいはい、オッケーオッケー。1個目のダイヤが出たから、あれを取った瞬間に出てくる可能性が非常に高いぞ。落ち着け落ち着け落ち着け。はい、これを取ったけど、ダイヤ出た。あそこだ。めちゃくちゃ遠いやん。嘘でしょ。落ち着け。先にこっちを倒してからデカテレサを倒してダイヤを入手。で、落ち着け。そこか。王冠はそこですね。間に合うかこれ。微妙じゃない？ 2、1、0、 OK、 間に合った。で、次がそこだな。ダイヤの場所はもういい。あー、今のでダメージ判定ですよね。今のはダメージ受けた判定ですよね。私どこ？あった。で、落ち着け。よし、しょうがない。一回ダイヤ取れたってことでいいとしましょう。で、次に、そうだよね。しょうがないよね。次に、ノーダメだ。ノーダメえぐいって。ノーダメやばくない？ちょっとコース覚えてるうちにやっちゃおうかな。先にやっちゃうか。そうだな。条件は覚えているうちにやった方がいい。ステージを忘れてしまうとまた時間がかかってしまうので、過去のクリアしてないお題も後で戻ってやりますが、その前にここだけはクリアしておきましょう。テレサちゃん気をつけ、テレサちゃん気をつけろ。で、テレンをかわして中に入る。で、ここダブルチェリーを取った方が多分早いな。ここに関してはダブルチェリーを取った方が早い。で、そこテレサ出るけどあんまり関係ないな。ノーダメで2人を維持していきましょう。はいはい。で、ここ行って、ここ行って、こういな。オッケー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 。で、次がそこ。結構そこえぐいな。はいはいはい、ここ行って、ここ行って、危ない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 。ノーダメですから。ノーダメ意識で、ノーダメ意識ですよ。こう行って、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 落ち着け。一旦後ろ向いといて、大丈夫。全然間に合う。OK。で、ここ入って、落ち着きなさい。落ち着きなさい、デカテレサ。はい、OK。いいね。で、ここ綺麗に乗って、このね、キノピオ2人の位置の調節が非常に大事。こっからノーダメはもう行ったも同然では。あれ、もう敵出ないよね。敵は出ないと認識していましたが、オッケー、これでノーダメでしょ。今のがノーダメじゃないっつんだったらもう私はできない。今のはノーダメ。よし、ダメージを受けなかった。クリアしました。次が最後のステージっぽいな。ページ数的に大迷宮の秘密、これだな。これが最後のステージだ。よし、じゃあ次回ですね、大迷宮の秘密からやっていきたいと思います。ということで、今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。